さてどうもこんにちは、ベスト系トラックを作っている人です。初めてナレーションを入れてみたいと思います。今日は換気扇を取り付けていきたいと思います。この換気扇はパソコン用なんですが、 Amazon で2000円以下で売っていましたので買ってみました。結構このファンはレビューも良くて、ハイエースのちっちゃい窓につけるっていう人もいるみたいなんで、ちょっと買ってみたんですけど、風的には一番風量高くしてもそよ風っていう感じですね。まあ室内もそんなに広いわけじゃないんで、一旦これで試してみてっていう感じです。そよ風。さてこちらの穴は感激くん2を、排気ダクトですかね、排気ダクトをつけるための穴。この換気扇なんですけど、両側にこのグリルみたいなのがついてるんですけど、これネジ外したら取れちゃうんじゃないかなと思って、別に壁に埋まってるところだったら指挟んだりしないんで、まあいいかなと思ってちょっと外してみちゃいます。取り付け方法はやっぱり考えてはいたんですけど、ちょっとやっぱこのネジちょっと気になったんで外してみたんですけど、どうやら穴が貫通してるようだったんですよ。ちょっとこの後探し物です。いい感じのビスがあったんで、まあとりあえず穴にはまるかなと思って4本持ってきてみたんですけど、入れてみたらなんと2人サイズ、素晴らしい。こんでよくね。うん、こんでいいよ、こんでいい、こんでいい。ぴったりじゃん。そうなんですよ、ぴったりだったんですよ、ね、これをこんな感じでもう壁にはめていってやるんですけど、ちょっと壁の穴の直径ぴったりで買ってしまったので、この壁と音聞くと分かるんですけど、なんかシャリ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 って音が鳴っているんですよ。なのでちょっとここはいい位置をこう探していってですね、音が大きくなってきました。もうなんかシャリ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 っていうような音が乗って乗ってます。もう30センチなので。そしてここでおばあちゃん登場です。音もなんなくなっていい位置に止められたみたいです。今度は外の壁の方からさっき取り外したあのグリルが余ってたんで、ちょっと加工して外側からくっつけちゃおうかなっていう作戦です。ここに網戸のやつ貼っちゃおうかな。そう、網戸つけちゃおうかなっていうところで携帯の充電切れちゃったんで、結局その後網戸を貼ってもう一回ビス止めしてっていう感じで作業は終わったんですけど、まあ次の日会社だったんですけど、どうしても車中泊行きたいなと思って道の駅に車中泊して、その後会社に向かいました。やっぱ道の駅って道のそばだから、夜中とか結構うるさい車とかいるんですよね。ちょっと防音面も大事だなっていうのを思った車中泊でしたね。なんで途中でおばあさまがもう30センチ長いといいねって言ったのかというと、僕の身長ではこの小屋に寝るのが斜めに寝ないと寝れないんですよね。なのでちょっとそういった関係でちょっと狭いです。